吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です。今日は九州の長崎県佐世保市に泊まりました。昨日佐世保保健所を視察したものです。この後移動していきますが、朝の時間帯、地元のこの西日本新聞というのがありました。地元と言いましても、この長崎県の地元という感覚ではなくて、九州の地元、そういう感覚です。福岡市で発行されています。私は福岡市に長くいた関係で、この西日本新聞というものは非常に、この日常紙です。この大勢の皆さんが読売新聞や朝日新聞を、この自分の情報の糧としておられるように、また、この中部地方の皆さんは、この中日新聞を自分の新聞というふうに思われているように、福岡では西日本新聞が一番メジャーなわけであります。その西日本新聞を読ませていただきました。この全国紙と同じようなレベルで、一面の大半は構成されてますし、また、この中にちょうどこのグランツール九州というこの記事が載っております。これは世界一のマラソン、九州一周駅伝、一番もう1000キロ以上のコースをずっと走り続ける、この駅伝大会でありまして、この私は子供の頃、自分が生まれたところ、あるいは育ちました福岡市で、身近に見ておった九州一周駅伝、これが今回規模を縮小して、一貫したこのレースではなくて、区間区間を区切ったレース運びとなります。10日間、確か10日間走ってたと思いますが、8日間になるわけであります。それぞれ時代が変わってきて、こうしたものも必要になってきたのかなという印象を持つわけですが、果たしてこれから先どうなっていくでしょう。吉田勉でした。今日は西日本新聞を久しぶりに見まして、懐かしかったこと、この西日本新聞といえばこの九州一周駅伝だと、この長崎をスタート、平和公園をスタートして、福岡の天神、西日本新聞社のところで終わるコースです。終わりました。